霊能力、あるいは超能力とは、現代の科学では、説明不可能な未知の能力の総称である。霊や、魂、精霊、精霊などを感覚したり、霊的な力を行使して、通常の人間ではなしえないことを行うとされる。単に霊能と呼ばれることがある。また、ほぼ同意語として、人髄力、法力等が用いられることもある。能力と呼べるほど、 自在に行使できるほどではないが、受動的に霊的なものを感知する感性は、霊感と呼ばれる。超心理学の研究対象でもある。霊能力を使うものや霊感が発達しているものを、霊能者、または霊能力者と呼ぶことがある。霊と更新する能力については、については、霊媒、シャーマニズムを参照。仏典においては、 修行によって集中力を高めた心の力によって他人の心を知る、自分の過去世を知ることができるなど一種の超能力が説かれている。これらは人頭と呼ばれる。金尊の大東流愛機従術の創始者、武田総閣は同じ技術を得得し、武術の愛機がある。身の軽重陰行術、不動かな縛り術なども見せた。ありがとうございます。